私ども本部からですね、今回の会場設営についてライトニングトークをさせていただきたいと思います。私は普段どちらかというとインフラ周りでネットワークとか運用をやっているチームなんですが、今回のカンファレンスネットワークビルダーのチームのリーダーの一人として担当しました。で、今回の会場なんですが、ここの国際会議場は大体配線長 1.6 キロ、AP スイッチ50本、設営時間は8月21日の8時から9時の1時間。これはできるのか、お前ら本当にやったのかと疑われている方もいっぱいいると思いましたので、ここで設営します。設営開始。あ、これ切り替わんないな。全員手を挙げたんで、これで設営完了してます。今これ本当に無線吹いてるんで、繋がったの確認できた。 OK、 はい、はい、ネットワーク繋がりました。ありがとうございます。じゃあ、せっかく作ったけど、かざそうか。ケーブルを巻くときは次に使うときのために初の出巻きというやり方で、絡まないようにやります。ケーブルの撤収が一番大変なんです。一番最後になっちゃいましたね。で、記録を残すために撮影を撤収完了。というわけでですね、これが昨日から今日まで各アクセスポイントのクライアントでつながってくれた数です。ですね、これ信じられないんですけど、アクセスポイントを記録したグラフで縦軸が K になってるんですよね。キヨ、初めて見たんですよね。なんじゃこりゃって思って、ザビックスの購入おかしくなったのかと思ったら、あ、普通に1200個いってたのかっていうことでですね、1200クライアントぐらい、途中ちょっとつながらなくなっちゃったりした時期もありましたけれども、なんとか今までも持たせていただいたら、皆さんにモバイルルーターとかを切っていただいて、大変ご協力いただいた結果でもあると思います。どうもありがとうございました。合計3500円。合計3500円をつないでいただきました。ということで、他のイベントでも本部やってますので、何か本部と遊びたくなった人には、ぜひ本部連動を見てみてください。ありがとうございます。